不動産初心者が知っておかなければならない。5つのステップの3つ目のポイントですね。購入する前に関わってくる問題でゃなて、買った後に関わってくる問題ですね。買った物件の純収益でどれぐらい年間の返済がカバーできますか？っていう。皆さん物件情報足りてますか？ えー、もうからん不動産投資不動産コンンサルティングマスターの平山ですもうからん不動産投資では初級者中級者の皆さんに失敗から学んでもらって不動産投資をね成功するための情報をお伝えしていきます、えー、番組の最後にはねさまざまな物件情報も載せていきますのでそちらもお楽しみください今日はですね不動産初心者が知っておかなければならない5つのステップの3つ目のポイントですね不動産の専門家に相談しようということについてお話ししていきたいと思いますあの後僕も 調べてみたんですけど、はい、結構、うん、利益出そうな物件情報いっぱい出てます。うん そうなんですよねもうねだいたい動画を見ていただいてもう皆さんは投資的確な、ね、物件をポータルサイトとかで見つけることはねできるようになったと思いますで表面的な情報から利回りを計算することもできるようになりましたただこれだけではね購入ができなくて、まあ、この後にね隠されたポイント指標を見逃さずに拾わなきゃいけませんもうすでにね投資をしてる人っていうのは買った後にね出てくる数字とかリスクコストですねそういったものも経験してますんでだいい今バランス感覚でわかるんですけれどもこれから買う人は買ってない ながすなのでこのポイントを必ず押さえておかなきゃいけない、まあ、これを押さえておかないと投資結果が狂ってしまいますからそうならないためにぜひね不動産のプロに相談してほしいというふうに思いますで身近にそういったことを相談する方がいないとかどう相談していいかわからないという方は弊社でも無料の個別相談やっておりますので概要欄の方からお問い合わせをいただければというふうに思います 最後まで、ね、動画を見ていただいて参考になったためになったという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします必ずね押さえておいてほしいというポイントはこちらになりますでこちら3つありまして1つ目が全体の修繕履歴あとは全体の修繕積立て金の累計額をしっかり捉えようということですで2つ目部屋のね修繕履歴こちらも把握しましょうというところで3つ目で DCR とか DSCR って言われるね背模様があるんですけどもこの安全性を見る指標こちらも捉えましょうということがあります 1>, で1つ目ですね全体の修繕履歴修繕積み立て金の累計額なんですけども、まあ、これなぜ知らなきゃいけないかこれは購入する前に関わってくる問題じゃなくて買った後に関わってくる問題だからですねなぜかというとマンション全体なんですけれども皆さん修繕積み立て金をね毎月毎月コストで払ってます管理費とともにでそれが管理組合にプールされていってそれが溜まって まあ大規模修繕とかマンション全体の修繕をしていくんですけれども管理組合に修繕済金の的お金が貯まってないとただ老朽化してて結局修繕しなきゃいけませんってなった時にお金がないと困っちゃうんですねそういった場合どういうことが起こるかというと管理組合の方で借り入れをするまたは一時金という形で区分所有者たちに安分して一時金を徴収されるはい,いずれにしても持った後にですね買った投資家に不要なコストが発生してくるっていうことになりますなのでここをちゃんと大規模修繕どういうふうにね修繕履歴見てやってるのか全くやってないんだ たら、今後発生するであろうから、そのために修繕積み立て金がプールされているのかっていうことをしっかり把握してください。これがわからないと買った後にそんなはずじゃなかったということになってしまいます。まあ、確かにね。物件見に行けば多少こう修繕したかな？とかしてないかなってのはわかるんですけど。ただこれ目に見えない部分なので、これはしっかりとコンサルタントに相談すると、そういったポイントをね。教えてくれます。で、2つ目ですね。部屋の修繕履歴。これは実際に買うお部屋の中ですね。専有部分のお話になります。これは入居者さんがいればお部屋の中見ることはできません。ただ、そのまま買わ。 いけない。けなただそのままね入居者がついたもんオーナーチェンジで買った時に何が発生するかというと買った後にもしその入居者さんが出た後ですね初めてお部屋の中を見ると思うんですけどもその時にどれだけ修繕をしなきゃいけないかっていうことをある程度予測しておくってことですねで買う前にね、元のね消費者さん売り主さんがまあ、1年前とか2年前前回出た時にこれぐらい修繕をしてましたよっていった履歴があればあ、今回はそれから住んで2年だからまあ、これぐらいの痛みで住むからこういった現状科で住むだろうとクロスとかね床交換するだけで10万15万で住むだろうっていうことが大体想定さ ただ、もし前の所有者さんもやってないもうなんか分譲当時からね、20年、30年、ずっと大規模な設備交換とかしていない、まあ、表層は変えてたとしても、設備交換してないってなると、もういよいよね、二宮さんが今回出た時に、もう設備交換しなきゃいけないということになります。そうすると、ユニットバス交換だとか、キッチン、エアコンの交換、給湯器の交換、まあ、電気温水器の交換、お部屋によって設備、いろいろありますけども、まあ、そういったものを変えると、本当に100万単位でお金が飛んできますから、そうするとこういうはずじゃなかったと。 そういったものをね払うね余裕がないっていうと困っちゃいますからそういうのもある程度想定してすぐ出られたとしてもこういうお金が発生したとしても賄えるだけのね、まあ、余裕を持っておくっていう意味でもこれは捉えておいてほしいというふうに思います、はい、3つ目の DCRDSCR、まあ、これね専門用語まあデッド とね、サービスカバレッジレシオとかデッドカバレッジレシオって言うんですけれども、自分の,この買った物件の純収益でどれぐらい年間の返済額をカバーできますかっていう、返済カバー率っていう言い方もします。で、これは安全性を見る指標です。利回りの時は効率性を見る指標ですよね。投資のリターンですね。何パーセントで、いくら投資して何パーセンのリターンがありますかっていう計算だったと思うんですけど、今回はまあお金を借りて投資する場合ですね、ある条件でいくら借りて何、何パーセントで書いて何年借りる、はい。それが決まりますと、もう毎月の返済と、毎年の返済。 返済額が決まりまりす。でこの毎年の返済額を返すときに例えば、純収益がね、物件から上がってくるものが100万円だとします、返済が100万円だとします。そうすると、純収益で返済を払うわけですけども、これが100万で100万って1対1ですよね、まあ、そうすると、キャッシュルはゼロになってしまいます。で、こうなったときにちょっと空室が発生したとか、例えば金利が上がったっていうときにマイナスになっちゃって、キャッシュローないですから、自分の別のところ、お金持ってきて支払わなきゃいけないということになりますね。これは利益に関わるって問題じゃないんですけども、まあ、お金の流れの話でね、未煮に切らなければいけないということが発生してしまう。 そういういいい。のをを抑えええるために考考て融資ななきゃいけないで例えばですけど純収益が100万円に対して年間の返済額が50万円だとしたらそれはまあ安全性が触れてますよね50万円返すのに100万円も純収益入ってるわけですから返した後に50万円残るということになります。 でこの安全性を見る指標っていうのはどういう計算式かっていうとこの年間の返済額に対してどれぐらいの純収益があるかっていうことなので純収益を年間の返済額では割ります。先ほどのね100万円の純収益で100万円の返済であれば 100÷100 100なんで1ですでこれがまあ基準値というかプラマイゼロですよねでプラスになっていくためにはさっき言ったように返済額が純収益より小さければその値は大きくなるので例えば純収益100万円で 五十万円の年間の返済額であれば百割五十なので二になります。なんで一から数がね一点五とか二とか大きくなるにつれて安全になっていくと。で一を割ってしまうっていうことは純収益の方が少ないわけですからそれは持ち出しが発生しているよっていうことになりますね。なので自分の借り入れ投資計画に対して純収益どれぐらい上がっているのかな自分の借り入れは安全性があるのかなっていうのを考えて投資してほしい。そのためにこの安全性をね見てほしいというふうに思います。でなぜこれを言うかというと一番初めにね一個しか買わない物件でまあキャッシュフローがマイナスだと何ため投資してるかわからない。 ですよねなので初めは大体目安としてこの DCR が大体1い 1.5ぐらいはね、5ぐらい前後を見ておけば安全なんじゃないかなというふうには思います。まあよくね、いろんな方に書いても1.2から1.5とかいろいろ書いてますけど、まあまあ大体1.5前後ぐらいあれば、まあ余裕というか安全なんじゃないかなというふうに思います。例えば100万円の純収益だったら年間返済額を70万円ぐらいで抑えた場合は、これ大体 DCR が1.46%ぐらいになりますんで、まあこれぐらいであれば、まあ30万円ね、キャッシュが残りますから、まあこれであれば年間30万円残って次2年目に修繕が発生したっていう時もそういうので賄えたりとかするし、余裕が溜まっていきますよね。なので、そういった意味では、 安全性をしっかりと見てくださいで安全性のところでもう一つ言うと効率性のものは利回りっていうお話しましたけども、まあ、効率性と、まあ、この安全性っていうのは、まあ、両極というかね、うん、相反するものなので、まあ、効率をどんどん求めていくと例えば自己資金を少なめにね抑えて自己資金利回り上げていこうって効率を高めていくと借り入れが多くなって安全性が低くなるとで安全性を高めていくっていうことは借り入れを抑えたり自己資金を多めにするっていうことになりますんでそうすると自己資金のね効率が多少落ちてくるということで、まあ、これバランスですねああるる程程度度のの効率を保ちながらある程度の安全性 なので実質利回りの時も言いましたよね大体5.5%ね都心の区分増しの方が欲しいよっていう目標がありましたまあこれは効率性の目標ですよねで今言った DCR1.5、まあ、ぐらい目指しましょうっていうのは安全性の指標になりますんでここをまあこれぐらいのバランスだこれがハマるような計算式にはまる物件を探しましょうっていうことになると思います。 はい、ここまで3つ押さえておけばこれは買った人であれば勉強とかじゃなくて体験してることなのでわかるんですけどこれ初心者にとって体験したことないことなのでやっぱそれはもう予測してねあらかじめやっぱ理解しておかないといけませんでそれを理解するためにやっぱそこってね結構、まあ、ネガティブな話というかですね、まあ、お金の話とか、まあ、リスクの話になりますんで初めねやっぱ投資しようと思う人にとってはやっぱいいね効率の話とか表面的な話っていうのはまあポジティブな話なのでそっちにもうやりがちでどうしてもこういう隠れたポイントとかねネガティブなことには、ね、目を背けがちなので。 でぜひここはね理解するためにも専門家に聞いいてくださいで,専門家であれば経験してるしそういうことをまず、ね、転ばぬ先の杖じゃないですけれどもちゃんとここは大丈夫なんですかってことをねポイントとして教えてくれます全部がね悪くないこともありますだから安全性だけは悪い場合もあるし安全性高いけどどうしても物件によってねちょっとこの修繕利益が溜まってないよとか物件も修繕も大丈夫だけど部屋の履歴がちょっとね修繕利益がないからここはちょっと余裕持っといた方がいいよとかっていうね形で、まあ、それは別にあるからいけないってことじゃないです、まあ、それをリスクを知ってねでそのリスク許容度を持って投資してください っていう話になりますなのでここまでしっかり押さえてねやっていただければやっとここで物件をね買うっていう実際のね判断ができてもう一歩進めることができると思いますのでしっかりと押さえてほしいと思います是非、えー、ねこういった内容を理解していただいて、えー、動画を見て質問とかコメントがあれば是非お願いいたしますあと高評価もいただければ、えー、励みになりますのでよろしくお願いいたします、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございました